ムービー入ったな。なんでこのタイミングでムービー入ったんだ。あ、そう、封印された言葉が全部集まったから、まあ普通に考えたらポポロのとこに話を聞きに行くみたいな感じだと思うけど。あ、家に帰ってきたんだな一応。あら、ヨナ、寝てなきゃダメだよ。あれ、なんか最近良くなってきてたのに悪化した？あ、こんなムービーが。もうすぐだよ、ヨナ。封印されし言葉をようやく集めたんだ。あとは黒の書ってやつを探すだけ。お兄ちゃん、大丈夫？危なくない？ああ、大丈夫さ。危ないんだろうな。ヨナのお熱も、お咳も良くなるのかな。うん。ヨナ、お兄ちゃん、ヨナのこと嫌いにならないでね。どうした？いきなり。いっぱい黒い模様が出ても嫌いにならないでね。なるわけないだろ。ポポルさんに薬をもらってくるよ。薬をまだ余ってたはずなんだけどな。まあ釣ったの結構前だから腐ってるか。あ、傷薬いいね。誰が置いてってくれてんだこの金とか。ヨナ、日に日にやつれていってるよね。弱気になるな。お前はヨナに残された最後の希望なのだぞ。はい、じゃあこっからはね、別日に撮り直してる、撮り直しじゃないな、続きを撮ってるんですけれども、まあ洋館から帰ってきたところなんですけど、まあなんか途中ムービー挟んだりとかして、なんか結構何かが起こる前兆のような感じがするんですよね。で、今ポポロのところに行くっていうことになってるんですけど、ポポロさん、ヨナの咳が止まらなくて。ああ、それは大変ね。また薬を必要かな。よければ薬をもらえませんか。それが今切らしてしまったところなの。今、なんかたった今切らしたみたいな感じに聞こえたけど、気のせいか。申し訳ないけれど、調合用の咳取りゴケを採取してきてもらえない。咳取りゴケ、南門のあたりに生えていると思うから。薬用じゃなくていいの。わかった、咳取りゴケだね。すぐに取ってくるよ。南門、まあ洋館の方か。こっちの方だよな。まあバツついてんの、あ、あれか、関取ゴケ。あ、これだけでいいのか。あ、エミール。あ、エミール、なんで、てかボロボロやん。魔物にやられた、もしかして。あ、ぶっ倒れた。ちょっと待って、早くしろ、急げ。大丈夫？どうしたの？ちょっと息も絶えないじゃねえか、やべえぞ。エミール、なになに、何があったのマジで。ちょっとやべえやつが来るってことか、もしかして。病気とかではないみたいね。単に疲労じゃないかな。疲労？疲労であんなになるってか。目が見えない状態で走ったり転んだりして消耗したんでしょう。そっか、そういうことか。まあ多分なんか生物の気配には敏感でも無機物には気づかないってことかな。
まあ幽遊白書の読みも目が見えないからなんかその神経使うのになんかすげえ力を消耗するみたいなことを言ってたもんな。大丈夫エミール？見え、え、見えるの？ダメだよエミール、寝てなきゃ。見えるんです、空気が震えて。それは見えるというよりも感じるというんじゃないか。僕の耳がはっきり捉えたんです。うん、それは聞こえたというんだ。この圧力、何かきっとたくさんの、なんだ大ボスか。早くこの裏逃げて、魔物が。いやだってヨナ寝てんだぞ今。え、なんだ今の振動。来たぞ外だ。ちょっと分かりやすくやべえやつ来るんじゃねえの。ちょっと待って待って待って、もうこれ本当に分かりやすくでかいやつが来そう。え、なんでこれ。投薬開始2016年2月9日、白煙化の進行を遅らせる効果の確認し、被験者に異常数値見当たらず、記録は内閣対策室に直接送付のこと。2016年、くそ、持たないぞ。もう閉めてたんだ。あ、破られた。うえー、今まで村に魔物が入ってくることなんかなかったのに。まあ崖の村にはいたけど。マジか、誰か他に戦える人いないのこの村。ニーヤ一人でやんなきゃいけないのか。あ、カイネはカイネ、カイネ来てくんないの。あ、デボル。おい、どういうことなんだ。いや、そんなこと言われても。説明は後で、みんなを早く閉じ替え。てかデボルとかポポルって戦えるんじゃないの、ちょっとは。それから誰かヨナを。うん、そうだな、私が迎えに行く。頼んだ。お前も無理するな。はい、ヨナをよろしくお願いします。いや無理と分かっててもやんなきゃなんねえ時だってあるんだよ。このままじゃ村が。こんな雑魚さっさと倒すと。よし、全部使うか。あ、やべ、くそ、いくら弾幕使ってくるのか。よし、我らの敵。お、ワード手に入れた。物理防御力アップか。特殊効果毒、ほう。あれ、まだ全部倒してなかったんだけどな。閉じたところで、さっき破られたばっ、ほらー。ってか、なんだこいつ、でかーい。説明不要、崖の村に出てきたあいつよりでけえぞ、やっば。てか今気づいたけど、この BGM オートマタでも聞いたことあるな。なんかでけえ敵が出てきた時にかかる BGM かなこれ。うわ、いや村破壊されちゃうよ。どうしたらいいんだこれ。これでいいのか。でも弾しかないだろう。あ、下に降りてきたな。あー、行っちゃった。あの V だけでいいから、下に落ちてきたときに。おっ、そういうことか。あ、ちょ、向きなんで顔映ったんだ今。ロックオンが中途半端に。あ、アタックゲージ出てんじゃん。お、破壊した。あ、なんかそこに魔物いるし。攻撃を控えます。魔物が空気になっている。お、捕まえた。もぎ取った。だからそういう使い方普段も使わせてよ、ムービーだけじゃなくて。え、再生する、もしかして。再生しやがった、ナメク星人かてめえは。再生してる。
本体叩かないとダメってことが、なんかコアみたいなのがあるのかな。うわー、ちょっとこれ、なんか迫ってくるぞ。どうしよう。分かるまで攻撃するだけだよ。どうしよう、これ上に登るか。登れるとこ、あ、おっと、邪魔くせえな。登れる場所がある。あ、そういうことだな。くっ、ガードブレーク、ガードブレークつけてねえかんな。ちょっとこれ魔法でどうにかするか。あ、また、あ、ちょうどガードブレークのワードが手に入った。いや、でもどうしようかな。ガードブレークばっかりやってくる。お、あーあった、あった、ここで叩けないか。あ、くそ、魔物うざいな。とりあえずちょっと全部が2本しか出せないけど、よし。ここは、あ、効くな、一応。削れてる削れてる、 OK、 よし、吹っ飛ばしたな。あー、邪魔くさいな。ジャンプ切りがいいかな、これ。あ、倒せたな。ん、よし、行くぜ。なんか侵入許してる気がするの、気のせいか。あー、でもアタックゲージすぐ出んだな。なんかちっちゃいの、あ、てかアタックゲージ優先した方がいいか。ここだな、よし。すぐ削れるな。ロボット用まで武器強化したからな。またもぎ取んのか。あ、ぶん殴る気か、これ。右ストレートでぶっ飛ばす。右ストレートじゃないかもしんないけど、やったか。全然聞かぬぞ。聞いてねえんかい。じゃあどうすれば。おーおーおお、タフだなこいつ。カイネ来てくれよ。あ、あ、来た来た来た。悪役みたいな登場の仕方しやがった。お、やったか。どうだ。楽しそうじゃないか。え、かわいいね。いや、こっちは楽しくはないぞ別に。もう表情が悪役なんだよ、かいね。まだ倒れないのか。侮ってはいないけど。いてて、あ、これちょっと会話きてえな。いててて、もう少しだ。押せ。図書館の方に向かっておるぞ。ん、あっ、タイミングがずれる。これも潰しちゃっていいのかな。今度はなんて言ったんだあいつ。あ、いやいや、吹っ飛ばされた。あ、やべ、余裕ぶっこいてたら。これどうしたらいいんだ。なんかやる方法あるか。少しはマシな切り方を覚えたようだな。褒めてくれてありがとう。これ以上なんかライフ削れてる様子がないし。カイネがいると100人に来たね。いやでもあと一歩が削れないんだよな。アタックゲージも出なくなったし。どうしたらいいんだこれ。なんか倒し方あんのかな。このまま押し切るぞって言ってもな、押し切ろうとしてんだけど。とりあえず当ててみる。なんだろう、悪口、あ悪口に弱かったりするかなとか思ったけど、アタックゲージ今出てたのどこだ、どこの部位だ。ここか。あーちょっと、なんか待てよ、全部だとちょっと微妙なんだよな。槍、当たるかなこれ。あら、あー、なんかアタックゲージ消えたし。あれ、ちょっと待って。え、いかん。
何どうしたこれ。ちょっと待って、だってアタックゲージ消えるんだもん。これコンティニューしたらどっからだ。あ、さっきの違うやつ。被害状況、エリコの壁崩壊、5000人を超す死者が出た模様、増援要請が、あー消えちゃった。もうちょっと読まして、こっからか。とりあえず削れるだけ今削って、あ、ここもアタックゲージを潰したの。おっ、来た来た来た。とりあえず潰せるときに潰したいな。いたいたいた。なんか高さ的にあのアタックゲージが当てらんなかったんだよね、うまく。もうピーヨン多すぎ。ね、あ、槍のままになってんな。槍の状態で。褒めてくれてありがとう。ちょっと槍をスタンバってアタックゲージが出るの待つか。ダイネがいると100人力だね。多分アタックゲージさえ潰せば終わったはずなんだよな。あれが出てくるまで時間かかるんだよな。今出てないもんな。なんかもうちょっとこっちが来た時に出たんだよさっき。まあジャンプ切りでも届くかもしんないけど。あ、てか普通に黒の弾でもいいのかあれは。早く来いよ。そろそろかな。やってやる。まだか。ちょっとこれ以上危ねえぞ。これ何がフラグになってんだ。あー、もう撃っちゃった、撃っちゃったよ。あ、来た。よし、なんだ、普通に黒の弾でいいじゃん。これは何だ。お、あー、俺が全然使わない魔法。なんか分身を飛ばす魔法あったの、そういえば。かっこいいじゃないか。あ、また出たな。よし、今度は槍か。いや、さすがにもうやっただろこれで。お、貫いた。これでなんか本体のコアみたいなの貫いたみたいな、そういう感じになんないかな。お、お、本当にやったか。あ、いけたかなこれ。お、消えた。あ、図書館の中に魔物が。あ、ヨナ。え、ヨナ図書館にいんの、家じゃなくて。あ、てかエミールも寝てんだよな今。なんで魔物いいんだよこんなに。体は大丈夫？え、見るどこ？あ、あ、いたいたいた。あ、石化してくれてる。ここに来たのかわからない。あ、ワードも手に入れたな、また。魔法防御か。お前は突っ込んだろ。突っ込みません。絶対に。絶対に突っ込んだりしません。なんか言い方かわいいな。僕のこの呪われた目にも意味があると教えてくれた。僕の閉じ込められた人生にも未来があると教えてくれた。皆さんが戦ってるのに出てなんていられませんよ。いや、湧いてくるな。
無理はするな。気をつけてくださいね。あのクソタレを倒しましょう。口悪くなったな、エミールも。そうだな。ちょっと待ってよ。全部に戻したい。全部に戻して、これでひるませて、これならガードされなくて済むよな。うん、効率よく倒せるわ。お、帰ってこないように、来るフラグじゃねえか、入ってこないようにっていう。え、ちょっとさっきのやつ倒しただろ。なんじゃい、ヘビか。あ、エミール、エミール、エミールの石器は使えない。頭だけになってもまだ生きておるぞ。マジか、さっきのやつか。頭は残ってたのかよ。あ、どうすか、これ、あ、待って、全部でいいか。あ、くそ、くそ、2本しか出さなかった。よし、まだまだ、あ、くそ、見えなかった。よし、これでやったか、全部。まだか、あ、まだあるか。地下室、壁が厚いから出られるはずだ。どこに地下室なんかあるんだよ。地下室だな。よし、あ、もう一個来た。地下室に押し込め。よし、多いな腕。うお、すげえ血。あ、そこか、地下室って。鍵を、わかった。え、そんな、お、ちょっと待って、心臓いってねえか。なんだ、あ、なんだこいつ、早い。俺じゃなきゃ見えなかったね。お前、何やつ。ヨナ、ヨナやっぱここにいたんだ。なんか背格好にいいやに似てねこいつ。おっ、魔物って力湧いてくんの。湧く湧く。どんだけ湧いてくんだよ。なんかこいつだけ人の形っていうか、なんか輪郭がちゃんと形成されてんのが気になるな。まさかあやつが魔物の王。あれ、あれ黒の人なんじゃないの。くそ、お前が帰れ、しっかり扉を。電撃魔法かこれ。だこいつはサンダガまで使うのか。久しぶりだな、城の書よ。誰だ、貴様は。こいつが黒の書でいいんだよな。我は黒の書、お前自身だ。お前自身、なんだと。城の書よ、まだ思い出さぬか、我らの真の目的を。やるな、でたらめを言うでない。ここはどこやねん。よほど思い出したくないらしいな。誰かを傷つけてしまうからか。そんなことバカバカしい。
我らは魔王のために作られし書物、あの方以外を向く心など生まれるはずもない。思い出せ、我らが目的を。我らが目的は白と黒、我らが融合し世界に魔物を解き放つ。融合し魔物を解き放つ。解き放つ、いかん、そんなの。お前が小僧と出会ったのも、封印されし言葉を集めさせたのも、全て我らが王の意志。我らが魔王。いざ行かん。我らのあるべき姿、正しき世界の姿へ。お前も我と一つになるのだ。もともと分離した存在なのかな、こいつら。シロ、このクソボン。このクソボン、肝心な時にわけわかんねえこと言ってんじゃねえ。ロクスポ役に立たないんだったら、巻き代わりに暖炉にぶち込んで本気でもえすぞ、このクズ神。お前のその口は私たちに嫌味を言うためにあったのだろう。お前のその頭は私たちへの説教でいっぱいだったはずだろう。仲間を忘れて魔王がどうだのこうだのと眠たいこと言いやがって、ふざけてんじゃねえぞ。よく悪口がそうスラスラ出てくるな、こいつは。感心するわ。クズ神。統合されたシステムであり、正しき楽園を取り戻すための書なのだ。我らが一つになることは世界の必然だ。正しき楽園。そうだ、そのために我らはある。行かないで、シロさん。シロさんって呼ぶんだ、エミールは。いいです、僕のこと連れ立って構いません。でも僕は忘れませんから。何があったって忘れない。シロさんがシロさんであることは僕が覚えてます。だからどこまでも追いかけて思い出させてあげます。取ってきてください、シロさん。おい、シロを止めろ。シロさんって呼び方新鮮だな。シロが取り込まれるぞ。黒いシロ、黒いシロ。大丈夫か、シロ。そうだ、そのまま我と一つになるのだ。ついにこの時が来た。統合されし我らの力を見るがいい。でも黒の章は探してた存在だもんな。向こうから来てくれたのは好都合だったんじゃないのか、味方変えれば。動けんのか。片腕潰れてんだぞ今。何だ、どうなった今。うるさいぞ、シロシロと気安く呼ぶな。我が名はシロの書だ。あ、シロさん。シロ、正気取り戻した。お前はどさくさに紛れて役立たずだのクズ神だの言いたい放題であったな。小僧、また会えたな。シロ、大丈夫なの。その質問そっくりそのままお前に返そう。まさか操られなかった。二つあって初めて一つになる存在の圧。知るか、我はお前ではない。我は我だ。そして我には仲間がいる。シロさん、頼りなく我がかけたくらいで動揺する。シロ、誠に遺憾な奴らであるが、我の仲間だ。
我はこやつらと共に戦う。そう決めたのだ。シロ。なんだこの熱い本は。さあ、左手がやられた状態で大丈夫かな。全ての魔法を奪われてしまった。なんだと。物理しかいけないのか。愚か者が。おっと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 。したわけではあるまい。おら、覚えておいてほしかば、ページの端にでも書いておけ。よし、まずは周りの邪魔なやつから蹴散らすのだ。あ、なんかガードしてこねえなこいつら。ガードが厄介だと思ってたけど、うん、くそ、あいつ逃げやがる。こいつら倒さないとダメか。てか、陰性の音かかってんな。オラックス逃げるんだや。あとはお前だけだな。オラックロ。お、やったか。まあ、あんまり削れてないけど。あ、黒の弾が使えるようになりました。どこだ。黒の弾だけか今んとこ。あ、一個一個取り戻していく感じか。黒の槍、お、いいね。おら、次はなんだ。腕かな。あ、手だ。おら、畳みかけろ。あっという間。黒の幻影、あんま使わんやつだ。次はこれ全部か。まだいっ、あ、全部。あ、アタックゲージ、はやっ。物理だけで十分だったんじゃないの。あ、暴食、これも全然使わないやつだ。いやー、なんか黒の制約レベル3にしてめちゃくちゃ強くなったからな。なんかダウンロードコンテンツの武器使うのずるい気がしてきた。あ、もう一発か。ボッコボコでしょもう。障壁か。まだあんだっけ。今度はなんだ。あ、処刑か。いててててて、よしよしよし。屋根が崩れかかっておるぞ。屋根、よし、終わった。であいつは、あ、いたいたいた。シロ。おお、え、ちょっと待って、さっき刺されたばっかじゃんかよ。バカな。もう致命傷どころのレベルじゃねえぞこれ。いずれわかる。なんでお前ピンピンしてんだよ。ヨナ、起きろ。嫌だ。いや、起きろっつったって。ヨナを返せ。あんな攻撃食らって動けるわけないんだから。つってもカイにもこのままじゃ動けないし。いずれにせよ我々の手に戻ることになるのだ。全てが。言ってしまった。よく立てるな。大丈夫ですか。これは血。どうやら私たちの乾杯らしい。私たち、申し訳ないが、こっちも限界だ。あー、そっか、下に閉じ込めたやつか。最後にこいつだけはちゃんと片付けてやる。どうやって。エミール。はい。私は、私を石化しろ。あ、そういうことか。私の魔物が封印の礎となってこいつを閉じ込める。そんな
ないで。いけない。そうです、ダメです、行きません。自殺行為だ。お前の力は仲間を守るためだろ。クエネさん、早くやれ。でももう扉を押さえておくのも限界だ。やるしかないのか。え、何、俺選択すんのこれ。カイネを石化し魔物を封印する、このまま全滅する。いやこれはないでしょ。選んだらどうなんだろうこれ。まあ全滅するでまたゲームオーバーになるのも嫌だから、これにするよ。なんか金の針とかで石化直せないかな。それ FF だけど。うん、やっぱ美少年だな、エミールって。もう泣くな、エミール。あ、咳が始まってんのか今。負けるな、強くなる。本当に石になっちまう。さよならは言わぬぞ、下着女。なんせお前は不死身だからな。ああ、そうだな。ああ、本当に石になっちゃった。今更晴れてきたのか。もっと早く晴れてればな。あんな魔物が来ることなかったのに。ああ、ここでセーブ。はい、じゃあどうすか、ちょっとここでこのパートを一区切りにしようかなと思います。なんかいやなんかね、ちょっといろいろ話が急展開すぎて頭が追いついてないんですけれども、まあ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 、ちょっとまあいろいろ整理してからまた次回進めたいなと思いますので、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。ずっと一緒にいてくれてありがとう。